らはちょっと特別に日本語で、まあ、ちょっとロシアの最近の活動を紹介して、そちらもうこれからあるイベント。はい。まあ、どうぞ。あ、そうですね。はい。まずは、私が最近、マイクロソフトのチョマドさん人と一緒にこの本を書きました。漫画でわかる外国人との働き方。なんかもう数枚買って、もういろんなそういう、ダメ課長の机の絵に置いても、もうおすすめで、ね、そのために買っておいてます。あ、ありがとうございます。はい、みんなの反応は？いや、緊張してるようで、なんか外国人見たらびっくりするようになりました。なるほど、なるほど。まあ一応、こういう本があって、私とチョマドさんがすでに2回、このテーマで、うん、大きなイベントをして、うん、6月にもう一度イベントを行って今回は彦左衛門が参加します。はい、まあ、できるだけ喋りすぎないで貢献する形だけど、まあ、でも基本的にそのイベントの内容はもうこの本を説明すること、まあ、それもありますけど、この本のテーマは、まあ、もちろん外国人と一緒に働くということですけど、その時の映像の表現もたくさん紹介します。なるほど。そしてまあ、いろんなこの中に入っているその漫画をちょっと紹介しながら、こういう時にこういうふうに英語で言えばいいとか、外国人と一緒に働いている人向けに役立つ情報を提供することは狙いです。じゃあビジネス英語とか、そういうみんな気になっているような。そうですね、はい。はい、そして、まあ、多文化の環境で働く方法とか、そういったようなものも入りますね。そうですね。じゃあ外国新しい外国人がオフィス入ってきて、なんか困った時のシナリオとか対応とか、そういう情報もあります。そうですね、はい、そういうようなこと欲しいです。まあ、これから外国人もたくさん、もう今でも増えつつあるし、これからもですね、はい、ですからより多くの人にとって、外国人と一緒に働いて仲良く、そうですね、仲良くなる必要がありますし、まあ、こういう時に外国人こういうことして困ったけどどうすればいいかとか、はいはいはい、そういうようなものいっぱいありますね。あるいは単純なこととして、外国人はすごく会議で早口に喋ってて、その時にどうやって言いたいことを言えるかとか、そうですね、日常的な課題多いですね。あと仲良くするのもね、コミュニケーションスタイルが全然違うし、そういうスモールトークとかってね、日本が使わないこととかって、そうですね、ね、それはなんか難しいんですよね。そうですね、はい。はい、これが、まあ、まだ、日程は決まってないんだけど、決まり次第に、動画情報の中に入れるんだけど、でも6月。6月ですね、はい。はい。で、まあ、楽しそうなイベントで、で、本当可愛らしい漫画で、もうこういうビジネスの、その英語とか、そういう外国人と働き方とかって、素晴らしい、これが。で、参加させてくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。でも、毎回違った、人を呼んで、はい、他国的な企業の中で、どうやって働ければいいかとか、いろんな観点から話してもらって、今回は彦左衛門になるのはとても嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。はい。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ楽しみです。ぜひ参加情報も下にありますので、ちょっとチェックして興味があったらぜひ。そうですね。はい。そうですね。ぜひよろしくお願いします。